はい、皆さんこんにちは、スポーツビジネスエミでございます。はい、今日はですね、総型スポーツクラブのですね、こうスタッフ、指導スタッフとかですかね、皆さん、そろそろ雇用したいなとかですね、メンバーが足りないというお悩みあると思いますけども、その人を採用したいとかですね、仲間に入れる時の注意点について、今日はお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、では早速なんですけど、まずですね、やっぱり総型スポーツクラブね、本当に地域の課題を解決しようということを私も言ってますけど、もう常に個人的リソースっていうんですか、人不足していることだと思います。はいね、本当にまさに猫の手も借りたいというような状況だと思うんですけど、なのでこうついついですね、慌てて人を雇いがち、仲間に入れがちなんですね。で、これいくつかありますけど、やっぱり例えば自分のところがね、サッカー、子供たちがなんかサッカー人気があって、サッカーの指導者を例えばね、採用したいということで、よくわからないけど、なんか指導者ライセンス持ってますって言ってですね、私 A 級持ってますとか B 級持ってますね。で、そういう人をね、私過去悩み相談も聞きましたけども、すぐ採用しがちね。で、採用したら採用したてですね、やっぱそういうふうな、指導者ライセンスとかでマウント取ってくる人とかですね、いやいや、これがサッカー界だとね、当然なんです。これ契約したら、これも出してもらわなきゃ困る、これもやってもらわなきゃ困る、みたいな。で、そういったやつがいたりするんですよ。で、最初その雇うまではいいこと言って、あれなんですけど、採用した後に、人が豹変する、ね、なんじゃこいつはっていうふうなことが、よくありますね。で、私自身もですね、本当にいつもお世話になっている弁護士さんいますけど、そういった弁護士さんに相談しながらどういうふうに辞めさせようかなんていうですね、苦労ももう何年も前からしておりました。で、私もそういったスポーツ系の専門学校の人員整理とかね、したり、もちろんそのクラブ、Jリーグクラブの中でも、辞めてもらうっていう言い方したらおかしいんですけど、やっぱりなかなかその中をうまくやらない、壊している人をですね、どういうふうに退いてもらうかという、その辞めさせる時の大変さをですね、もう本当によくよく知っておりますので、ぜひね、そういった簡単に人を中に入れるというのは、ちょっとやめていただきたいなというふうに思います。はい、なので、まず注意点1としては、もういきなり採用しないということですね。はい、これ具体的にどういうことかと言いますと、まずですね、最初に試用期間というのをぜひ作っていただけたらなと思います。できれば3ヶ月ぐらい、皆さんなんかね、試用期間ね、試用期間というとなんかお試しみたいで、なんですか、人を試してるような、なんか言い方大丈夫かなって気にされる方もいると思うんですけど、これは僕らだけじゃなくて相手もね、それがあった方がいいですよね。自分も、あれ、俺が思ってた感じのクラブじゃないな、みたいな風な指導者の方もいらっしゃると思うので、まずはお互い、3ヶ月、やってみて、その中で、いろいろ、こういう風にしたい、ああいう風にしたい、心もいろいろね、コミュニケーション取れるようになったり、打ち解けていたり、で、その他の皆さんとの関係も見ていく中で、やっぱりうちにはふさわしくないな、で、こちらがお断りすることもあるだろうし、逆に相手が、すみません、やっぱり続けきれなさそうですというお断りもあると思うので、そういった試用期間っていうのを、ぜひ設けていただきたいなというふうに思います。で、次に、なので先ほど言いましたけど、いきなり本採用にしないっていうことですよね。さっきの試用期間と一緒なんで、すぐに契約ごとっていうふうに巻いたりとかして、何年、1年契約とかなんとかっていうふうにすると、本当に後に揉めたりしますので、さっきの使用期間とも一緒なんですけど、いきなり本当すぐ採用するっていうのはやめましょうと。なので、大体使用期間を3ヶ月ぐらいやった後に、できればパートタイム、1年から2年ぐらいやっていただいて、で、その次に採用は独立と、こういうような流れかなというふうに思います。で、もちろん採用するでもいいですし、よくラーメン屋さんとかでね、よくなんかバイトしてて、店長になったらそのまま独立開業できますよみたいなところが結構あると思うんで、ぜひ探していただきたいんですけど、そういったところのなんか仕組みを真似てもいいのかなというふうに思います。やはり総型クラブっていうのは、常になかなかお金もね、なかったりすると思いますし、で、逆に言うと自分で抱えるよりは、そのよそで活躍してほしい団体っていうのがいくつもあるので、そういった総合型で人を育てながら、本当に関連企業というか子会社を作っていくような形で独立させていくということもいいですし、それぐらいバイタリティのある人であればですね、それがなかなかできないような人間であれば、採用してあげて、例えば経理関係とかですね、どちらかというとお金を扱うようなポジションの方なんかは、そういうふうにしてあげた方がいいのかなと
いうふうに思います。はい。で、まあ、これらをやっていこうとするときにですね、いくつか、することがあるんですけど、まあ、まず、常に、募集を出していること。これ非常に大事ですね。なので、まあ、要は、突然やってきて、今欲しいってなるから、今採用しなきゃいけないというふうになっちゃうんですね。なので、常にいい人材っていうのを募集しつつ、常にいい人材リストが、ね、近くにあるようにするということが、まあ、非常に大切です。なので、常に募集をしていること。ということは、これ非常に大切です。はい。で、常に今度は仕組みを持っていることですね。まあ、要は、合う、合わないとかもそうなんですけど、どういうふうな仕事をしてほしいのかっていうのを明確に持ってないクラブさんが多いんですね。例えば、30分前には、例えばグラウンドに集まっていて、来た子供たちは、そこから、例えば出欠確認、出席確認しますとか、で、ウォーミングアップこうして、で、あとは、安全面の配慮、どこに避難するのか、AED の場所をチェックするとか、まあ、そういったことで、やること。で、終わった後の、ね、最後の生徒がこういうふうに親と送り届けるまでこういうふうにしましょうみたいな形、一日の流れ、ね、そういったフローをしっかり持っておくことで、挨拶の仕方とかですね、保護者への声のかけ方っていうようなことを、まあ、しっかり、ね、マニュアルフローをちゃんと作っていく、ね、こういったことを持っていれば、まあ、要はそれがしっかりできるか、ね、こういったことでやりましょうっていうのをもう守らない人、いや俺は独自のやり方があるんだっていう人は独自のやり方で起業していただければいいんですね。うん、なので、そういった自分たちがしっかりこの、フローをね、持って、ということが非常に大切ですので、そのようにしていただければな、というふうに思います。はい。ね。ということで、まずですね、やっぱりこう人を採用するのは簡単なんですけど、辞めさせるときは本当に揉めます。で、辞めていく、まあ、揉めなかったにしろなんか悪口言ったりとか、ネガティブキャンペーンして辞めていく人みたいなのも多いので、ぜひそういったところは気をつけていただきたいなと思いますので、参考にしてみてください。ということで、今日は以上となります。ありがとうございました。